プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。阪神タイガース対広島東洋カープ、そのオープン戦の模様を各選手のコメントを添えながらお届けします。今日の解説です。まずお一方目、通算41本のスリーベースヒットを放っている秋山浩二さん。そしてお二人目、1997年13年の現役から引退された宮本和智さん。このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ試合開始まであと少しです。さあ、タイガースの先発ピッチャー薮、さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。多彩な変化球を武器に長年にわたりタイガースを支えてきた右のエース、福島縦島薮圭一。思い切りの良いバッティングに俊足攻守、どんな時でも全力プレイ、森笠茂。マウンドは先発ピッチャー薮。さあ、初球はどうでしょう。まずはシュートから入りました。ワンストライク。バッターの1番森笠。さあ、2球目アウトコースで決めました。さっきのインコースを見せてこの外ですよね。はい。さあ、バッターはどうする。ショートの前になります。センター返し、きれいに抜けていきました。さあ、ノーアウトのランナーが出ます。森笠、センターへのヒットが出ました。内外野でどこでもこなせるオールラウンドプレーヤー、カープの切り込み隊長木村拓也。昨年の数字が出ていましたが、2割8分5厘のアップ、そして打点の数が38となっています。初球見送っていきます。ノーワンです。バッターの2番木村拓也。これも外目に行きました。はどんな展開を見せるのでしょうか。3球目、高めのボール打った、低い打球です。取りました。これでワンアウト。木村拓也、セカンドライナーに変わりました。どんなボールでも打ち返す華麗なるバットコントロール、頼もしきベテラン尾形浩一。ワンアウトになりました。いきなり牽制、タッチしましたが一塁はセーフ。バッターの3番尾形浩一、これも牽制、これは一塁セーフになります。尾形浩一、18回目のシーズンとなりました。さあ、1球目、初球打ち、これはショートが取りました。尾形浩一、ショートフライに終わりました。常に次のプレーを考え、打球をさばく堅実な守備、カープ内野陣の中核を担う守備の伝道師アンディシーツ。今日のゲームのバッテリーはマウンド上薮、そしてキャッチャー矢野。初球インコースから入りました。これね、きついコースですよね。はい、ツーアウトになりました。さあ、2球目、真ん中打ちました。これはファウルグラウンドだ。ファウルです。ファウルになります。キャッチャーの要求は、今度はストレートを持ってきました。ツーエンドワン。さあ、4球目、まっすぐを持ってきました。ツーエンドツーになりました。次が5球目、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、ボール球を振ってしまいました。1回の表が終了、カープ得点はなりませんでした。スタンド内が禁煙です。おタバコは所定の喫煙所でお願いいたします。そしてカープの先発ピッチャー笹岡、さあどんな投球を見せるのか。切れ味鋭いカーブには衰えなし、投手陣のリーダーとしてチームを引っ張るエース、コントロールでのリードオフマン、積極的な打撃ニュースなこと。これは余裕があります。アウトです。フィールドの快速センター赤星憲広。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割1分2厘のアベレージ、そして打ったホームランの数は1となっています。初球は手を出しません。ワンナッシングです。さあ、バッター高橋。さあ、2球目、ストレート決まってツーナッシング。このストレートで追い込みます。さあ、追い込んだ。ボールのようです。カウント2エンド1。
さあ4球目。変化球打った、右に持っていった、右中間に上がった、あっとワンバウンドヒット、さあヒットになった。秋山さん、今のはどうでしたか。今のね、難しい変化球でしたね。そうなんですね。鍛え抜いた強靭な肉体と培ってきた豊富な経験でチームを支える頼れる兄貴、打線をつなぐヘラクレス金本智明。まずは牽制、タッチして一塁セーフになります。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。タッチしましたが一塁はセーフ。バッター金本、さあ初球です。ランナースタートした、さあヒットエンドラン、さあ一塁間、一塁に送ります。一塁はアウト、送った形になりました。きれいにね、右に持っていってますんでね。はいですね、はい、ミスタータイガースの称号31を背負う男、変化球を待ちながらストレートを打てる虎の天才打者浜中治。初球はどう。初球インコース、しかし見事な制球力。昨シーズンの成績出ていましたが2割7分。さあランナースタート、ストライクになった、三塁送球セーフ、盗塁成功。さあ一球様子を見るのか。変化球打ちました、打球はセンターに上がっている、シーツ下がった、下がった、今サードランナーがホームイン。1対0、1点先制します。いきなり先制します。軽く当てても簡単にスタンドに運んでしまうパワーは本物、グラブさばきのうまさも光る舶来の大砲ジョージ・アリアス。1対0、この回リードを奪っています。どこから行く。その初球は変化球でした。ちょっとね、読みと違ってましたね。はい、初回からの得点を与えています。2投目外れてボール、1球2球と外へ行きました。さあバッターアリアス、3投目まっすぐできました、ワンツー。昨年の数字が出ていましたが2割6分5厘のアベレージ、そして打点の数は107となっています。際どいところへ決めてきます。ツーストライクツーボール。何を見せる、いい当たり、間を綺麗に破りました。さあヒットになった、初回から主導権を握っていく。柔らかなバットコントロールと広角に打ち分けるバッティングで広いヒットゾーンを誇るスプレーヒッターマイク・キンケイド、すでに1点を許しています。初球はどうでしょうか。まずはストライク、さあカウントはワンナッシング。初回いきなりの失点を許しています。さあどうでしょう。さあ変化球、ツーストライクです。キャッチャーのサインは、あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェン、変化球でスイングアウトの三振を取りました。1回の裏を終了、しかしタイガース1対0先制しました。さて試合は1点差となって2回に入っていきます。ボールを点で取られることのできる球界屈指のバットマン、復元実行侍前田智則。前田背番号1、先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが2割9分、そして放った本塁打の数は21となっています。最初はストライク、面白いように決めてきます。2回の表カープの攻撃、さあ第2球変化球、ライナー性の当たり取って、これでワンアウト。どうですか宮本さん、今の場面は何のボールで打ち取ったんでしょうか。シュートですね。そうですか。簡単にスタンドに放り込むパワーを持つも安定感かけるバッティングが課題、発展途上の若き主砲新井貴浩。初球ストライクを取りました。宮本さん、今日のピッチングを見てどうですか。今のスライダーもいいじゃないですか。まず先頭のバッターを打ち取っています。次の第2球、真ん中打った、あっと抜けた、きれいに破ります。ここでヒットが出ました。はい、センターへヒットを打ちました。カープの新たな助っ人は内野ならどこでも守れるユーティリティープレイヤー、グレッグ・ラロッカ。ヒットのランナーを許しています。さあここは送りバント、取ってファーストへ、送りバント成功です。ツーアウトになりました。アマチュア時代に培った豊富な経験と強肩が武器、正捕手候補筆頭石原良幸。今日は2回途中までを投げて許したヒットが2本、この回1本打たれています。まずはインコース、ワンストライク。バッター石原、
さあ次はどう攻める。打ってセンターに上がった。森田後ろに下がる下がる。セカンドランナー三塁を蹴った。ヒットになった。今セカンドランナーホームイン。1対1追いつきましたか。点を取られたらすぐに取り返します。同点です。さあ打順が移っていきます。笹岡今日最初のバッターボックスです。この回同点を許しています。さあ初球、初球外に来ました。カウントワンストライクノーボールです。すでに1点を失っています。次の2球目外に決まりました。ボールカウント2ストライク。追い込んだが変化球打った。これはピッチャー正面。あっとランナー見過ぎたか。ショートが取ります。さあヒットになる。笹岡センターへのヒットになりました。ヒットでつなぎました。ここで打順が一巡します。森笠左のバッターボックスに向かっていきます。トップバッター森笠。さあどこから来るか。まずは初球見送りました。この球は外しています。これが2回目のバッターボックス。この球はどうでしょう。決まった。外いっぱい。ワンエンドワン。ここで同点を許しています。さあ次の3球目変化球ストーンと落ちてきました。フォークで追い込んでいます。さあ4投目これは強い当たりだ。1、2塁間破った。今のでこの回4本目。ツーアウトながら満塁。勝ち越しのチャンスを作りました。そして2番木村拓哉。さあバッターボックスです。ちょっと足を絡めたね。作戦もいいでしょうね。まだ2アウトです。第1球はどうか。まずは見送りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。この前の打席はきっちり捉えたんですがセカンドライナーに終わっています。外の遠いボール打っていった。セカンドへの打球一塁。これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。このチャンスでね勝ち越したんですよね。はい、はい、さあタイガース。次の攻撃は下位打線からとなります。投手の投げたい球を投げさせ持ち味を引き出す味のあるリード。チームを支える熱血感矢野明弘。7番キャッチャー矢野背番号39。2回の裏タイガースの攻撃どこに入れてくるんでしょうか。初球振りません。枠いっぱいに決めてきました。昨年のタイガース球団史上最多の87勝を挙げてのリーグ優勝を果たしました。矢野14年目のシーズンとなりました。さあ次はどう攻めるか。高めに決まりました。スライダーで追い込んでいます。ツーナッシングからの第3球低めのボール打った。右へ持っていきます。ライトです。取ってワンアウトになりました。矢野ライトへの飛球に終わりました。投手三拍子揃ったゴールデンロイキー。夢は大きくトリプルスリー鳥谷隆。この回はワンアウトになっています。初球です。初球インコースワンストライクです。この回はまずワンアウトにしています。2球目真ん中打ってショートゴロです。抑えた。一塁送球。一塁はアウトになります。鳥谷ショートゴロに終わりました。ピッチャーに回ります。ヤブ右のボックスに入りました。今日最初のバッターボックスに入っています。最初のボールは初球ストライク。これは反応できませんでした。この回まず2アウトを取っています。2投目打っていった。ショートの前取った。1塁に送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。2回の表裏終了。さあカープこの後クリーンカープのクリーンから尾形浩一チャンスを作っていきたいところです。スライダーを持ってクノーボーパーは3-1。これ
とツーストライクノーボールです。されたのか、打ってこれはセンターに落ちました。ランナーを出して今のは変化球が甘く入りましたよね。さあランナーが1人出ました。シーズン入ります。今日の2回までのスタヒットが6本がこの回です。初球ワンを与えています。この入りました。はい、まずは初球ストレートボールにしてきました。ワンアウトになりました。どこに構えるか、打った打球は右、ファースト取った、二塁がフォースアウト、ダブルプレー、一塁マウスでスリーアウトチェンジ。さあもう一度見てみましょう。3回の表が終了。カープ最後はダブルプレーに終わりました。さあタイガース、この後1番から始まります。3回の裏タイガースの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。今岡右バッターボックスに入ります。さあ最初の1球、まずは見送りました。ワンナッシングです。昨年は観客動員数も新記録を果たしたタイガース、330万人以上が甲子園に詰めかけました。鋭い当たり取って一塁に送ります。アウト、ナイスフィールディング、いいプレー見せてくれましたね。はい、はい、今岡。さあもう一回今のシーンです。そして次の2番高星、左のバッターボックスに入ります。さあバッター高星、初球は変化球打った、低い打球になりました。さあヒットになった、勝ち越しのランナーが出ます。いや秋山さん、今のはどうでしょう。今のはねシュートでしたからね。はい、なおもワンアウトです。第1球、やはり高めのボール球、手を出した、これはファウルグラウンド、ファウルボール。さあバッター金本、やはり狙ってきました。ファーストランナースタート、二塁へ送球、これはセーフ、盗塁成功。このスピードは魅力ですね。あ、そうですね。今日は3回途中までを投げて許したヒットが4本、この回1本打たれています。ここで変化球です。シュートで追い込んでいます。さあ4球目、スイングアウト、ボール球を振らされてしまいました。そして次の4番、勝ち越し、どうでしょう。最初は低い外し、黄色一色に染まった実況をバッター浜中コース、ここまで1点を失っています。さあ3球目まで来ました。さあカウント2-2、5球目三振、スリーアウトチェンジ、このピンチ三振で完璧に抑えました。うまく引っかかりましたよ。はい、3回を終了で攻撃を終了しました。さあカー、この後6番から始まります。4回の攻撃バッター6番新井、高め、打球はセカンド、当てるのが精一杯って感じでしょうか。セカンドフライに終わりました。次のバッターが入ります。シュートです。打たれとなっています。2投目は変化球打って、これは低い当たり、アウト、ナイスプレー、
このプレーは最高でしたね。今の場面もう一度見ていただきます。そして次の8番石原、バッターボックスに向かいます。バッターの8番石原、最初の球は、最初は高め、さあカウントはワンナッシング。この回順調に2アウトまで来ました。この球はどうでしょう。打って抜けた、センターに抜けます。ヒットになった。この打席もヒットで出ます。いやー宮本さん、まあヒットになりましたが、打たれたのは、シュートでしょうね。まあそうですか。この回2アウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。ここは見ていきます。ワンボールになりました。1対1同点のまま試合は進んでいます。どこに構えるか。この球は見ます。さあカウントはノーツー。さあバッター笠岡、次が3球目。高め際どい、ワンストライクツーボール。この前の打席センターへのヒットを放っています。さあバッター有利、低め打ちました。左への打球です。三塁線わずかに左、ファールボール。さあ牽制、一塁はセーフです。さあ何を見せるか。ストレート打ちました。打球は右へ、ピンケード後ろに下がった、下がった、取りました。スリーアウトチェンジ。4回の表が終了。さあ得点はありませんでした。さあタイガース、次の攻撃は5番からということになります。処罰の対象となります。グラウンドへは絶対に入らないよう。4回の裏タイガースの攻撃返します。この回の先頭アリエス、右バッターボックスに入ります。さあ第1球、最初は変化球できました。ボールカウントワンストライク。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ2球目、インコース決めてきた。プロスライダーで追い込みました。次のボール注目しましょう。三振、三者連続。今ので連続三振の数は3となっています。打順が変わります。キンケード、右のバッターボックスに入っています。バッターの6番キンケード、最初の第1球、最初は変化球持ってきました。ワンストライクです。先ほどの最初の打席、空振りの三振に倒れています。2投目は外のボールはセカンドゴロです。一塁プレは悠々アウトです。金慶ピッチャーゴロに終わっています。次のバッターです。矢野、右のバッターボックスに向かっていきます。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、ライト強烈、ラスト抜けた、抜けました。ヒットになった。ツーアウトからの勝ち越しのランナー。レフトへの打球はヒットになりました。ちょっと変化球が優しくなったでしょうかね。さあまずはランナーが出ました。鳥谷バッターボックスに入っています。1投目打った、これはファウルグラウンドだ。ファウルになりました。今日は4回途中までを投げた。許したヒット5本、そのうちの1、あーっと打った、打球は左へ、これはショートファーストへ、アウト、1塁アウトで3アウトチェンジ。さあカーブ、この後トップバッターからの打順となります。全面禁煙となっております。所定の喫煙所には感染用のモニターを設置いたしておりますので、スタンドでの5回の表カープの攻撃、この回はトップから始まっていきます。森田バッターボックスに入りました。最初の1球は成田、初球振りません。でもいいコース行きますよね。はい、1対1同点のまま変わりありません。さあ次のボールは落ちるボール、打って低い打球になりました。取ってこれでワンアウト。そしてバッターは2番木村拓哉、左のバッターボックスに向かっていきます。まああまりね、ランナーにしてこないバッターですよね。何から持ってくるか。まずはストライク。さあカウントはワンナッシング。今日は5回途中までを投げて許したヒットが7本、失点は1となっています。キレのあるスライダーを持ってきました。今のね、変化球に手を出しませんね。はいはい。さあ決め球を見せるか。球三振、今ので三振の数は3となっています。バッター尾形浩一、バッターボックスに入ります。さあ3回目の打席。さあ第1球、最初はインコースから来ました。ワンストライクです。ここまで1点を与えています。第2球、この球は打ちに決まっています。これは見送っただけになりました。さあ3球目はどう攻める。
といい当たり、抑えた。一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回の表が終了。カープ得点がありません。さあタイガース、この後の攻撃はピッチャーから始まります。駐車禁止となっており、電車、路線バスなど公共の交通機関。5回の裏タイガースの攻撃、タイガースの先頭バッターヤブ、バッターボックスです。今日の4回までのピッチング、打たれたヒットが5本、失点1の内容です。初球スライダーで入りました。ワンストライクノーボール。この前の最初の打席ショートゴロに終わっています。2球目あーっと打ちました。右への打球になりました。取りました。これでワンアウト。宮本さんにお伺いしましょう。今アウトを取ったわけですが、何のボールでしたか？ストレートです。はい、バッター今岡、初球はどうでしょうか？最初はストレート持ってきました。ボールカウントワンストライク。ここまで1点を失っています。さあ次はどう攻めるか。外からサードです。サード取った。一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。宮本さん、今の場面はどうでしょうか？内野ゴロに終わらせました。ストライク。さあ3回目のバッターボール。ショート後方へ。シーツ、センターへのヒットが出ました。3打席連続のヒットになりました。さあバッター金本。さあランナースタート。これはストライク。さあキャッチャー二塁送球、セーフ、ボールに成功。でも走りますよね。そうなんですね。この回ツーアウトまでは順調に来ました。タッチしますが二塁はセーフ。この前の2打席目、空振りの三振に終わっています。どう攻めるのか。ドンピシャのタイミング、右中間、打球が上がった。落ちた落ちた、ワンバウンド。打ったバッターはセカンドへ。セカンドランナー今ホームインした。さあ二塁ベースを蹴った。三塁を狙います。タイムリースリーベース。2対1、1点を追加します。リードを奪いました。さあ今のシーンです。ちょっと球速落ちてきたか。どうでしょう、ちょっと苦しいでしょうかね。はい、まあ先発ピッチャーマウンドを降ります。アマン、いい判断だと思いますよ。1点差の場面での登板となります。さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。低めにコントロールされたボールで打者を打ち取る繊細なピッチングが持ち味。カープ新たな中継ぎエース、サヌキの星、天野光一。そして4番バッター登場です。浜中、その注目のバッターボックスです。ちょっと1点差がね、不安でしょうからね。バッター浜中。さあ初球はどうでしょう。まずはボールから入りました。ボールカウントノーワン。以上に変わります。この回勝ち越しを許しています。2投目まっすぐを持ってきました。2球ともインコースを攻めています。なおも2アウトです。さあ次の3球目、ストレートワンツー、これは入れてきました。先ほどの第2打席空振りの三振に倒れています。さあバッターちょっと有利か。カーブが決まりました。カウント2エンド2。さあ5球目、これも痛烈な当たり、破った。これはセンターへ転がっていきます。さあランナーがホームに帰ります。3対1、さあタイムリーが飛び出した。さらなる点が入ります。点差は1つ増えて2点差になっています。そして次の5番アリアス、右のバッターボックスに入りました。タイガース、さあタイムリーヒットで1点を追加しています。これは1塁セーフになります。さあ3回目の打席。さあ1球目、まずは簡単にストライクが来ました。これは厳しいコース、決まっています。5番バッターアリア。さあ第2球、またかボールカウント2ストライク。一気に来るか。今度もいい当たり。次が4球目、変化球、左へ行った。取ってスリーアウトチェンジ。5回を終了。しかしタイガース2点を追加、3対12点差にしています。さあカープ、次の攻撃は4番から始まります。6回の表
カープの攻撃。カープのトップバッターシーツ、右のボックスに入りました。バッターの4番シーツ。さあ1投目変化球打った。まあ変化球はそれだけって感じでしょうね。シーツショートフライに倒れました。そしてバッターは5番前田。バッターボックスに向かおうとしています。バッターの5番前田、最初の1球は何か。初球は手を出しません。ワンストライクノーボール。6回の表ワンアウトになっています。第2球フォークできました。2球目も落としてきました。さあ次のサイン、変化球打って左への打球です。サードへ突きません。抜けていきます。さあ塁に出ます。前田レフトへのヒットになりました。前田これが今日1本目のヒットです。ここまで1点を与えています。初球はどうでしょうか。初球見送っていきます。さあカウントはワンナッシング。ヒットでランナーを出しています。どこに構えるか。真ん中は打球はショートへ、二塁へ送ります。二塁フォースアウト、アウト。一塁アウトゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。もう一度振り返りましょう。6回の表までゲームは終了しています。カープランナーを出しましたが併殺に終わっています。さあタイガース、この後6番から始まります。6回の裏タイガースの攻撃。タイガースのトップバッター金慶、右バッターボックスに入ります。ノーアウトランナーありません。まずどこに構えるか。初球は手を出しません。ノーワン。先ほどの打席ではピッチャーゴロに終わっています。次のボールは決まりました。2つインコースに来ました。6回の裏タイガースの攻撃。さあ3球目はどうか。あっと高め、このボール球には手を出しません。これが今日3回目の打席。さあバッティングカウント、ちょっとボールが沈みましたが1塁送球、1塁はアウトになります。金慶セカンドゴロに終わっています。そして次の7番矢野、バッターボックスに入りました。ワンアウトランナーはありません。初球はどうか。ここは見ていきます。ワンストライクノーボール。昨年のベストナインにはチームから5名が選ばれました阪神タイガースです。この回はまず先頭バッターを打ち取っています。次の2投目高めストライク、急なスイングです。さあここはどうリードするんでしょうか。あっとこれは痛烈な当たり、これは右中間に上がりました。ワンバウンドヒットになりました。ヒットになる矢野、ライトへの打球はヒットになりました。タイガースヒットの数を9としています。ヒットのランナーを許しています。第1球です。あっと打った、低い当たりになった。あっとこれはセンター前、ワンバウンド。さあヒットになる。ファーストランナー3塁へ、決めた。2塁へ森谷、センターへの打球はヒットになりました。ヒットで続きます。さあこの追加点のチャンス、タイガース、ここは点を取りに行きます。代打です。ここはね、代打でいいでしょうね。試合を決めれる勝負強さと前で巧みにさばくバッティング、人情味あふれる何話の男、片岡敦。昨シーズンの成績出ていましたが2割9分6厘のアベレージ、そしてホームランの数も打ちました。打ち上げて、これはレフト線へ、ワンバウンドフェア、レフト線に落ちました。ショートが中継、今セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベースヒット。4対1、追加点が入ります。この差は3点になりました。さあリプレイでご覧いただきましょう。この展開でこの打順、どうしても快音を期待してしまいます。今岡、そのバッターボックスです。この場面ではね、このバッター打ちますんでね。すでに1点を許しています。まず初球、初球振りません。さあカウントはワンナッシング。今日はヒットがまだありません。さあ2球目は今度はカーブを持ってきました。このカーブで追い込んでいます。
キャッチャーの要求は落ちるボール打ってこれはセンターに抜けます。さあセカンドランナー3塁を回ります。まず1人ホームイン、続いてセカンドランナーもホームイン。1対1センターへのタイムリーヒット、2点を追加します。5点差に広げました。カープこの試合2回目のピッチャー交代です。菊池原、まあ打たれちゃいましたからね。ワンアウトランナー1塁の場面でマウンドに上がります。さあどんな投球を見せるのか。そして次の2番高橋、左のバッターボックスに入りました。今日は猛打賞ですからね、スクリットで4本目ですよね。ラインギリギリ、これはファウルボール。この前の打席3打席連続のヒットを放っています。さあ第2球低めのストライク、さあ2ストライク追い込みました。次の配球は待っています。転がった、ショートです。2塁アウト、セーフ。1塁はセーフ。まあこのランナーの足ではね、ゲッツーミルでしたね。そしてクリーンアップへと続きます。金本、左のバッターボックスに入っています。ファーストランナー狙ってきた、ランナーを援護します。セカンドへ、これはセーフ、スチール成功です。本当にね、足が速いんですからね。はい、先ほどの打席勝ち越しのタイムリースリーベースヒットを打っています。変化球、これは空振りです。2ストライクです。際どく攻めるのか、高めを打って打ち上げてレフトです。セカンドランナーは一気にホームへ、ヒットになった。バックホームする、さあセカンドランナーがホームインしました。7対1、レフトへのタイムリーヒット、さらに点を加えます。6点差になっています。そしてバッターは4番浜中、バッターボックスに向かいます。この回失点が続いています。いきなり牽制、タッチして一塁セーフになります。今日のバッティング3打数2安打、打点は2の内容です。初球は手を出しません。ボールカウントノーワン。今日4回目のバッターボックスに入っています。このボールはどうか、ストライクです。打ちやすい変化球でしたけどね。はい、ツーアウトランナー1塁です。さあ第3球、さあいい当たりだ、きれいにセンター前に抜けました。2打席連続となるヒットになった。浜中センターへのヒットを放ちました。ヒットでつなげました。そして次のバッターとなります、アリアス、右バッターボックスに入ります。今日4度目のバッターボックス、初球はどうでしょうか。最初のボールを決めました。ボールカウント1ストライク、まだ2アウト変わりありません。さあどうでしょう、これも鋭い当たり、センターへ上がった、いったぞいった、いったいった、これは文句なし、スリーランホームラン。これは強烈な当たり、会心の当たりがあっという間にレフトスタンドに届きました。6回の裏ホームランを放ちました。試合中盤、この失点は痛い。ここで点差は開きます。今タッチしてベンチに向かいます。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。3点を追加します。この回7点目。今の場面もう一度見ていただきます。そしてバッター近景、バッターボックスです。まあこのバッターだけがね、先発野手でヒットがないですからね。はい、初球はまずは初球見送りました。さあカウントはワンナッシング。今日4回目のバッターボックスに入っています。2球目はどうか、ストレートを打って取って、これで3アウト。ゲームは中盤6回を終了。しかしタイガース7点を追加、10対1、試合が一気に動きました。さあカープ、この後下位打線から始まります。タイガース、2番手ピッチャーをマウンドに送ります。金沢、リードを大きく取っての登板となりました。果たしてどんなピッチングを見せるのか。技術よりも気持ちで投げるピッチング、球威抜群、成長を続ける大型右腕、金沢武人。7回の表、カープの攻撃、7番からの打順になります。ラロッカ、バッターボックスに向かいます。初球外してきました。ボールにしてきました。ノーアウトランナーなし。秋山さんにお伺いしましょう、ここはどうすればいいでしょう。ストレート、打球はセンターへ上がった。高岡後ろに下がった、下がった。さあヒットになる。さあ宮本さん、どの球でしたか。はい、石原、
2球目です。もう外、2球目も1回目のバッターボックス。セカンドが取ります。一塁マウト、今も併殺できっちり来ましたね。ノーアウトランナー1塁の場面、いなくなりました。さあタイガースいました、守備につきます。代打送ります。ここでとっておきのピンチヒッターを送っていきます。長年にわたりチームを支えてきたカープの精神的支柱、この人の経験と活躍が優勝には不可欠、野村健次郎。初球を投げてストライク、ワンストライクノーボール。ゲッツーでツーアウトにしています。2投目はと打ちました。一二塁間はどうだ、取って一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。さあタイガース次の攻撃は下位打線からとなります。より一層ご声援くださいませ。カープ4番手のピッチャーに変えてきます。沢崎ここでマウンドへ上がります。さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。両サイドを広く使う丁寧なピッチングとスライダーが武器、帰ってきた男沢崎俊和。7回の裏タイガースの攻撃、この回は7番から始まります。矢野バッターボックスに向かいます。第1球です。最初は見ていきます。これねきついコースですよね。はい、昨年は18年ぶり4度目のリーグ優勝を果たした阪神タイガースです。一つ前の打席、2打席連続となるヒットを打っています。変化球でしょうか、決まりました。カウント2ストライクノーボールです。遊び球はあるのか。これはいい当たりだ、打ち上げてセンターの打球、アーマウンドを使う、落ちました。ピッチャーの代わり腹を捉えた。矢野センターへのヒットが出ました。矢野これでヒットが3本、猛打賞です。ここで打順は変わります。鳥谷バッターボックスに入ります。さあどこから来るか、打ちました。サードへの打球、二塁へ送ります。二塁はフォースアウト、一塁はセーフ。ちょっと足のアンダーナでしたからね。一振りにかける研ぎ澄まされた集中力、衰え知らぬ神通力、代打の神様八木ひろし。ワンアウトランナー一塁です。初球はどうか、サーバントした、取りました。このままタッチ、これで2アウト、これで2アウトになりました。打順がトップに帰ってきます。今岡右バッターボックスに入ります。この前の4打席目タイムリーとなるシングルヒットを放っています。さあライン1球、あっと当てるのが精一杯、右へ取って3アウトチェンジ。7回の表裏を終了、タイガース無得点に終わっています。さあカー次の攻撃は打順よく1番から始まります。8回の表カープの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。森川バッターボックスに向かいます。初球はどうか、初球振りません。ボールカウントノーアウト、今日はヒット2本というバッティングです。やはりね猛打賞を狙っていくってところでしょうね。はい、はい、さあ次はどう攻めるか、高めのインコース。さあ宮本さんにお聞きしましょう、今日のピッチングはどうでしょう。いいボールじゃないですかね。この前の打球はいい当たりだったんですがセカンドライナーに倒れています。3球目はどうぞ、スライダーでしょうか、縦の変化球、スライダーで追い込んでいます。さあ第4球、インコース打ってセンターの前ヒットになりました。さあヒットで出ます。今日3本目は猛打賞、センターへのヒットを放ちました。でもいいボール打ってましたよ。さあまずはランナーが出ました、木村拓哉、左のバッターボックスに入ります。まず高めのボール、カウントノーワン。2球目です、ノーツーです。このさあ次の3球、高めチーコース投げます。ひなりだ、今日は1回を投げて打たれたヒットが抑えています。ここまでノーヒット、今日のバッティングで何を見せる。でもいいコース行きますよね。はい、打った、
二塁回った、今三塁を回った、さあランナー最初のバッターにして、最初はコースに行くんですよね、次の2投目綺麗に決まった、ここで決めてくるか、そして次の4番シーズバッターボックスに入っています。今日ここまでは3打数ノーヒット、そして三振が2つとなっています。どこから行った、あっと打った、打球はセンターに上がっている、2アウトからのヒット、シーズセンターへのヒットが出ました。カープここまで放ったヒットの数も12となっています。今日4度目のバッターボックス、まず初球、いい当たり、初球からいった、低い打球になりました、センターへ上がっている、取った、取った、スリーアウトチェンジ、ゲームは8回の表を終了。しかしカープ1点を返しています。10対2、6点差を縮めています。さあタイガース、この後2番から始まります。8回の裏タイガースの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター高橋、左バッターボックスに向かいます。さあ1球目、初球インコース、ワンストライクです。今日は1回を投げて許したヒットが1本、失点なしのマウンドです。さあ次はどこへ行くか、あっと高い、カウントワンエンドワン。8回の裏タイガースの攻撃、さあ3球目は低めを打ってショートへの当たり、ショートです、ファーストへ送ります、一塁はアウトです。赤星ショートゴロに倒れました。次のバッターに変わります。金本バッターボックスに入りました。今日5度目のバッターボックスに入っています。第1球はどうか、まず変化球を見せてきました。さあカウントはワンナッシング。今日のここまでは4打数2安打2打点の成績です。さあ第2球、あっと今度は外、2ストライク、際どく攻めるのか、内へのボール打った、これは低い当たり、取りました、これで2アウト、これでいきますね。さあタイガース、ここはこの人に任せます。代打です、軸のぶれないスイングでアウトコースをセンターへ弾き返すシュラなバッティング、檜山慎二郎。2アウトランナーはありません。何から持ってくるか、まずは初球ストライク、ワンストライク、点差変わらず8点差、タイガースがリードしています。次の第2球、変化球打ちました、打球は左、ファーストへ、一塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。8回を終了、タイガース0点で攻撃を終了しました。さあカープ、この後6番から始まります。タイガース3番手ピッチャーをマウンドに上げます。ウィガー大量のリードという場面で登板します。さあ最終回、注目のピッチング、150キロの剛球に鋭く落ちるスプリット、荒々しさ魅力の助っ人セットアッパー、ジェロット・リガン。9回の表カープの攻撃、6番からの打順になります。新井、まずは塁に出たいところ、まず初球変化球打った、ちょっとスライダーをね、飛んでますね、取って、これでワンアウト、新井ピッチャーフライに終わりました。大変ですね。さあさあここで代打の切り札を送ります。ここ一番の場面で発揮される勝負強いバッティング、チームに安心感を与えるベテラン浅井いつき。浅井今年で15回目という今シーズンです。何から持ってくるか、高めから入りました、ボールカウントワンストライク。この回はまずワンアウトを取っています。
次の2投目ストレートを振って左方向へ取りました。一塁送球、これは一塁アウトです。浅いショートゴロに終わっています。次のバッターはどうでしょうか。石原、右のバッターボックスです。順調に2アウトにしています。あと1人で勝利となるが、最初はインコースから来ました。ワンナッシングです。バッターは8番石原。このボールはどうか。ガーッと打ちました。どうやらこれで終わりそうです。取りました。試合終了。この試合は1回にタイガースカープを破りました。投手リレーで逃げ切りました。さあ阪神対広島、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は秋山浩二さん、宮本勝友さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。ありがとうございます。それではお待たせしました。本日のヒーローに登場していただきましょう。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。